Hey, what's up? 山本です。本日お届けする動画ですが、プライオリティパスに関する動画になりまして、今作れるかなりお得なカードがありますので、そちらについてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験の元 V リーガー、私山本が旅の情報、フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。以前こちらのカードを紹介させていただきました。覚えてますか？セゾンゴールドアメックスカードになりまして、初年度年会費無料を、2年目以降は毎年1回でも使ったら年会費無料だよっていうのが毎年毎年続くよという魔法のカードで、プラス1万1000円でプライオリティパス発行することができました。なので私、楽天プレミアムカードを使ってプライオリティパス発行していたんですけれども、来年の1月から年間5回に制限されてしまいますので、セゾンゴールドアメックス作った方結構いらっしゃると思うんですけども、残念ながら今言った条件で作れるのはもう終わってしまいました。なので現在これを作るとしたら、初年度年会費無料であんのかな、あったとしても2年目以降は絶対に1万1000円かかってきます。それに1万1000円でプライオリティパスなので合計2万2000円かかっちゃうので、どうしようって思ってる方いらっしゃいますよね。今回お届けする動画ですが、このセゾンゴールドアメックスとほぼ同じ条件でプライオリティパス作ることができるカードありますので、そちら紹介させていただきます。そのカードを紹介する前に、これでもいいと思います。以前動画でも紹介させていただいたんですけども、セゾンのビジネスプラチナミックスカードになります。ビジネスカード、個人事業主じゃない、法人でもない、普通の会社員だ、ご安心ください。そういった方でも作ることができるビジネスカードになっておりまして、このカード初年度年会費無料です。2年目以降は2万2000円かかってしまうんですけれども、プライオリティパスを無料で発行することができますので、とりあえず1年だけでも使ってみる価値はあるんじゃないかな。すなわち1年間は年会費無料、さらにプライオリティパスも無料なので、楽天プレミアムカード以上お得になりますよね。無料で発行することができる魔法のカードです。ただし先日発表があったんですけども、このカードセゾンマイルクラブという JAL のマイルが貯まりやすくなるよという実質還元が 1.1125% だったかな、1000円で10マイルでそれプラス永久不滅ポイントが貯まるよというカードだったんですけども、そのセゾンマイルクラブの参加手数料が今後上がっちゃうんですよね。なので3万円ぐらいになるのであれば、まあ、JAL カードゴールドの方がいいのかなと思ったりはするんですけれども、とりあえずプライオリティパスを発行する分においては、このプライオリティパスをゲットするために、セゾンプラチナビジネスカードでもいいんじゃないかなと思っている自分がおります。それではここから本題なんですけれども、今紹介したプラチナカードではなくて、ゴールドカードとほぼ同じ条件で現在作ることができるカードがあります。これがセゾンゴールドカードなんですけれども、先ほどもお伝えした通り、残念ながら2年目以降も毎年1回以上使えば永年無料が続くよというやつ、これはもうできません。それに代わるカードが、僕は持ってないんですけれども、セゾンローズゴールドカードになります。一言で言うと、今お伝えしたこのセゾンゴールドアメックスとほぼ同じです。金額的な部分に関しては同じなんですよ。でそれプラスアルファでこのセゾンゴールドカードにはない特徴もありますので、具体的な特徴はパソコンの画面見ながら説明していきたいなと思います。なおこのカードに関しては僕の紹介からどうっていうことではありませんので、もう URL 入れておりますが、そこから入ったところで僕の方には何も入ってきませんので、もうご自由にそこから入ってもいいですし、セゾンローズゴールドで検索してそこから入ってもいいですし、特に今回紹介がどうこうというわけではありませんので、セゾンゴールドアメックス、コメントでもいやーこの動画にたどり着くのが遅かったみたいなコメントあったので、今からで作ることも可能です。ただし注意点もありますので、詳しくはパソコンの画面で説明します。どうぞホームページ移ってきました。今回紹介するのはセゾンローズゴールドアメリカンエキスプレスカードになります。このようなデザインに変わりますので、おそらくこれね、今ナンバーレスになっていると思いますので、この画面の中ではナンバー表示されておりますが、実際到着するのはおそらくナンバーレスのカードになると思います。あとはピンク色のデザインなので、いやいやゴリゴリのおっさんなんだよな、ちょっとピンクはっていう方はちょっと難しいかもしれませんけれども、現状通常のゴールドカードが年会費優遇型のキャンペーンがもう終わってしまったので、この色を我慢できる方、我慢できないよって方は初年度年会費無料のビジネスプラスには作ってみてください。それではこちらのカードの特徴いきましょう。初年度年会費無料、これゴールドカードと全く同じです。あとはこの部分も全く同じです。通常年会費1万1000円税込みが年1回1円以上のカード利用で実質無料。これどういう意味かというと、
初年度は無料なんですけども、2年目以降はカード1万1000円の年会費かかっていきますが、1年で1回1年以上使えばカードの年会費かかりませんよということなので、まあ、実質無料って書いてますが、1円と言っても過言ではないですよね。まあ、1円もほぼ無料みたいなものなので、これ必ず1回以上使うようにしましょう。この部分はゴールドカードと全く同じです。そしてここに新サービス追加のご案内ということで、今までも実はこのカードあったんですけども、プライオリティパスついてなかったんですよ。ただここに書いてる通り、プライオリティパスが回数、利用制限、無制限のプレステージ化になります。なので楽天プレミアムカードは5回までの制限ありますが、このカードに関しては回数の制限はありません。アメックスのカードではあるんですけれども、発行元がセゾンカードなので、このプライオリティパスを使ってレストランであったり、あとはマッサージ、ホテル、そういったところも使うことができます。アメックスで発行したプライオリティパスになるとラウンジのみにはなるんですけれども、今回紹介するカードはセゾン発行になりますので、ラウンジ以外にもレストランでも何でも回数制限なく使うことができます。優遇年会費1万1000円税込みということなので、これも今まで紹介したゴールドカードと同じになります。カード自体の年会費は無料なんだけれども、プライオリティパスを発行する際はそれの年会費が1万1000円かかりますよということなので、経費としては1万1000円です。すなわち楽天プレミアムカードで発行したプライオリティパスと全く同じ、以前紹介した年会費優遇型のセゾンゴールドアメックスの場合と全く同じです。あとは家族カードが1枚1100円税込みで4枚まで発行することができます。本会員様が年会費無料期間中は家族カードの年会費も無料になりますって書いてるので、これはありがたいですね。あとプライオリティパス注意していただきたい点は、5月1日からサービス始まりますので、この点だけお気をつけください。他にもいろいろあるんですけども、基本的にはもう保険の部分も含めてセゾンゴールドアメックスと同じです。ポイントがいつでもお得に貯まる、使えるということで、有効期限のない永久不滅ポイントが最大2倍貯まりますと書いております。国内が 1.5倍、海外が2倍なんですけれども、正直そこまで永久不滅ポイントどうなのかなって正直僕思ってる部分はあるんですよね。なのでメインカードとしてはちょっと寂しいかなっていう気がします。これでガンガン使うよというよりかは、プライオリティパスのために割り切ってもいいんじゃないかなっていうところはあります。ポイントをアイテムと交換したりとか、マイルにも交換することができます。あとはこのマイルにする場合、みずほ銀行のアメックスカードっていうのがあります。それを持ってると優遇レート、あとはヤマダ電機と ANA のコラボしたカード、ヤマダラビなんちゃらカード、それ僕も持ってるんですけども、それらを持ってると少しだけマイルに変える際のレートがアップします。他にもポイント支払いに充当することもできますし、運用することもできます。でトラベルサービスというところを見ますと、空港ラウンジサービスが無料、ただしこれカードラウンジになります。カードラウンジもしかも年2回までなので何ともいないですよね。以前紹介したセゾンゴールドアメックスも4月1日から年2回までに年会費優遇型の場合はなってしまったので、ここの部分も同じなんですよ。でこのポイントの部分もセゾンゴールドと同じです。あとはこの国際線で帰ってきた際の手荷物宅配サービスが無料、これも同じです。1個無料になりまして、往路の場合は100円引きなんですけれども、帰りの場合のみスーツケース1個無料になります。2個目以降は1つにつき300円割引ってあるんですけども、これ確か JAL カードとか ANA カードだったら500円引きだったかな、あれビザだけだったかな、なんかそういったのがあったような気がするんですけども、とりあえず1個は完全無料で送ることができますよってのが書いております。対象空港成田、羽田、中部、関西になっておりまして、確か前回ゴールドカード紹介した際は第2も入ったような気はするんですけれども、今第2から送れないだかなんだかっていう情報もあったので、そこの部分考えたらそんな変わらないですよね。これ国際線のみになりますので、国内線到着時は基本的に使えませんので、この点お気をつけください。 JAL ABC のカウンターで行います。例えば羽田空港の第3ターミナルもそうですし、成田空港が分かりやすいか、成田空港の第1ターミナルでも実は JAL ABC があるんですよね。つまり ANA 便で到着した際も JAL ABC 行ってください。そこ行けば無料で宅配していただけますよというのが書いておりました。あとはカードランジ、また少し話戻るんですけども、これらの空港使うことができた、あとハワイの空港も使うことができます。年間で2回までの利用になっておりますので、この点お気をつけください。保険が付帯している、これめちゃくちゃ熱いですよ。以前のゴールドカードでも紹介したんですけれども、アメックスのゴールドプリファードを私何度も紹介しておりますが、その保険よりもこっちの方が圧倒的にいいです。海外旅行の際は利用付帯にはなりますが、
ここの保険何がすごいか、海外旅行に関しては利用負担になります。自分の使い方としては2枚セゾンゴールドアメックスとビジネスプラチナありますので、僕の場合は札幌から新千歳空港に向かう際の JR 代に当てております。札幌から北広島で1枚、北広島から新千歳空港で1枚、それぞれ2枚に分けて買うことによって50円安くなる上に、もしもの時の利用負担これでクリアします。そして保証内容なんですけども、これがすごいのよ。これロストバゲージです。ロストバゲージで遅延と紛失、それぞれ見つかるまでの時間が違うんですけれども、また後ほど詳しく話しますが、アメックスの発行カードの場合は遅延と紛失で額が違うんですけれども、どっちもセゾンの場合は10万円なんですよ。しかもこれアメックスのカードよりも額高いですからね。家族特約の場合の保証もくっついてきますし、おすすめ。しかも額同じっていうね。あと乗り継ぎ遅延、出発遅延の際も3万円まで。これもまた後ほど説明しますが、アメックスの場合は食事代のみなんですけども、セゾンの場合は交通費なども、あとはホテル代も OK なので、これかなりありがたいです。死亡障害だとか、ここら辺は他のカードとそこまで変わらないと思います。なので、もしもの時もカード組み合わせることができますので、まあ、例えばですけれども、疾病治療300万ってありますが、海外で盲腸になって、手術代であったり医療費が500万円の場合、旅行の保険加入しない場合は、クレジットカードの保険対応することになりますが、例えば、自動負担のカードも持ってないという仮定にしましょうか。このカード1枚しか持ってないよっていう話で進めると、500万円の治療だった場合は300万円しか出ませんので、残りの200万円は自己負担になります。他に利用負担や自動負担のクレジットカードをお持ちの場合はそれにプラスすることができます。例えば同じ内容の保険の負担したカードを2枚持ってると仮定して、そうすると300万300万の合計600万になりますので、そうなると2つのカードの保険を使って500万円の治療を賄うことができる、そういった計算になりますので、カードもちろん持ちすぎはどうかなとは思いますけれども、1枚だけでっていうのはちょっと難しいと思いますので、複数カードを組み合わせることによって、もしもの時も安心して海外旅行をすることができますので、おすすめです。でここら辺はまあそこまでね、何でしょう、怪我した場合となりますよ。例えば旅先で骨折っただとか、そういった際の保険のことが書いております。ここら辺の保険金は他のカードとそこまで変わりませんし、携行品損害もねこれ使えます。スーツケース例えば壊れただとか、そういった際も使うことできますし、カメラの破損だとか、スマホを落として画面割ったとか、そういったのも普通に使うことができますし、私も過去何度も携行品損害使っております。破壊王という自称をしてるんですけれども、意図的ではないんですよね。扱いが雑なので結構壊しちゃうので、これがあるとマジで安心です。ロストバゲージで6時間以内に手元に来なかった場合は10万円まで保証しますよと。でこの48時間とか96時間もこれほぼ同じです。カード会社によってはこっちの方が金額が低い、先ほど言ったアメックスがまさにそうなんですけれども、こっちの方が低いんですけれども、基本どっちも同じです額。なのであまり気にしなくてもいいかなっていうところではあります。以前あったのが、例えば僕のケースですと2023年の1月、ベトナムでロストバゲージ食らいました。複数カード持ったので、その時の保証額マックス12万円ぐらいだったかな。この12万円使ってサムソナイトのスーツケースがロストバゲージになったので、サムソナイトのスーツケース買いました。スーツケースだけで9万から10万してます。他にもスニーカーも買いましたし、基本僕クロックスで移動することが多いので、スニーカーがなかったのでスニーカー買ったりだとか、あとは肌着も服も全部入れてたので、それもなくなったのでユニクロで買いましたと。そういった費用も全部保証してくれました。これも先ほどと同じで、カード複数枚持ってると組み合わせることができます。ただしできないのが、10枚のスーツケースを買って損保ジャパン引き受けなんですけど、損保ジャパンに請求しますと。でもう1枚のカードが、例えば東京会場が引き受けの保険会社だとして、同じスーツケースをもう1つの東京会場の方に請求しても、これ二重請求になってしまいますので、お気をつけください。できることとしては、10枚のスーツケース、2万円の靴、シャツだとか下着だとか、そういったので3万円、こういったケースであれば東京会場にどっちか、損保ジャパンにどっちか、そういったケースは OK なんですけども、同じ商品を2つに請求することは基本できません。ただしできるとして、保険が3万3万だとして5枚のスーツケース買った場合はみ出てしまいますね。こういったケースは OK だとは思うんですけれども、プラスになるようなことはできないと思ってください。昔ですね、 YouTube 始める前に iPad mini を入れるケースを
買ったんですよ、ポールスミスで。それはさすがに認められないよって言われてしまいましたので、何が何でも認められるわけではありませんので、この点気をつけてください。あくまでもこの旅行行程中に必要不可欠なものになりますので、この点は本当に気をつけてくださいね。なので、あ、ラッキーと思って、普段買わないけど、こういったの買っちゃおうって言っても、いや、それ旅行に必要ないよねって言われたら、保険認められませんのでお気をつけください。昔これもあったんですけども、トゥミっていうメーカーでしたっけ？あるじゃないですか。あそこの折りたたみ傘買ったんですよね。それは認められました。9000円ぐらいしたんですけども、中に入れた折りたたみ傘もロストバゲージ一緒になっちゃったので、そういった必要なものであれば OK なんですけども、必要不可欠じゃないものは認められませんので、お気をつけください。で次に航空機の遅延費用等ということで、乗り継ぎ遅延費用です。この書き方だけだとわからないので、例えば僕のケースですと、札幌から東京を経由してシンガポールに行くと仮定するじゃないですか。札幌東京間が遅延してしまって、その後のシンガポール行きに乗り継げなかったよと。でさらに、実際の到着時刻から4時間以内に代わりのフライト、これシンガポールの直行便でもいいですし、例えばバンコク経由シンガポールとかでもいいですし、そういった代替のフライトに乗れなかった場合、3万円を実費限度として支払われますよと。乗り継ぎ地における、このケースですと東京です。東京の宿泊代であったり、東京での食事代、あとは新しい自分で建て替えることになったとしたら、交通費だとか電話代、こういったのを負担してもらえますよというのが乗り継ぎ遅延費用になっております。そしてもう一つが出発遅延欠航搭乗不能費用ってあるんですけども、これは札幌から東京行きの便が欠航になりましたよと、そういった時に新しいフライト、東京行きが4時間以内に見つからなくて乗れなかったよって場合に保証してもらえますということなので、こっちに関しては私も動画で先日出しております。エアジャパンの成田からソウルの初便欠航になった結果、成田空港周辺のホテル3100円のホテル、成田空港線空の湯なんですけど、そこを取って、ただその時に請求した先はこのカードではなくて D カードゴールドだったんですけれども、 D カードゴールドはこういったケース3万円定額出てきますので、3万円振り込まれました。すなわち2万7000円ぐらい浮いたので、これはもう自由に使いました。保険会社もそれは OK ですよと、うちは実費ではなくて定額でやってますのでと言ってましたが、このカードですと実費ですので、3000円のホテルに泊まろうが2万円のホテルに泊まろうが実費しか出てきませんので、この点お気をつけください。アメックス発行のものですと食事代しか出ないんですよね、こういったケース。なのでホテル代だとか交通費とか出ないんですけども、このカードは食事代以外も出るっていうところが本当にいいポイントですので、年会費実質無料にもかかわらずこんな手厚い保険が含まれてるって考えたら、皆さんどうですか？素晴らしいと思います。あと一応ね、国内旅行も利用付帯ではあるんですけども、一応ついてきますが、亡くなったり障害残ったようだとか、あとは怪我で入院通院することになったよっていう場合しか出ませんので、この点お気をつけください。それでは再びカードのページに戻っていきました。ここからはこのカードだけの特別な優待があります。セゾンゴールドアメックスにはない特典です。それはこれらの優待です。レファって読むのかな、わからないんですけど、 40% 引き、これはなんだ、ハーグってもヘーグ、わからない、ごめんなさい、 15% 引き、ローズラボ、初めての買った限定トータルスキンケアセットが 50% オフとか何だか、要するにこれ女性向けのサービスが手厚いんですよね。でもちろんこれ女性じゃなくても男性でも OK ではあるんですけども、こういった手厚い優遇があります。このローズゴールドカード限定になってるんですけども、見てください、まだ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 優待の施設メーカーブランドいっぱいあります。ですこれぐらいだね、違いとすれば。それ以外はセゾンゴールドアメックスと同じだと思ってください。で先ほどもお伝えした通り、初年度年会費無料、年間1回以上使うと翌年の年会費無料、すなわち毎年1円使うことによって、永年年会費無料が続くよという魔法のゴールドカードです。ただしデザインはこれです。ナンバーレスカードにはなるとは思いますが、色味がピンクがかった色になりますので、いや、おっさんなのにピンクは辛いよって方は難しいかもしれませんが、男性でも、いや、ピンク好きやねんって方はぜひ作ってみてください。還元率は国内 1.5 倍、2倍ってなってますが、もともと永久不滅ポイントの割がそんなに良くない 0.5% だと思うんですよね。このカード、セゾンマイルクラブ入れませんので、この点を気をつけください。セゾンゴールドアメックスと同じです。で、申し込み方法は、もうここにある、これ、上、これ、ここから来てください。僕の紹介とか特にありません。なので皆さん勝手に作ってください。
なのでこのカード作ったところで私の方には何も入りませんので、いやお前になんか紹介ポイントやらねえよって方もぜひ作ってみてください。よくある質問のところ、どんな特典がついてますかということで、ここに書いてる通りですね、先ほどお話しした内容です。このサービス改定も今までこういうカードだったんですよ。月額費っていうのかな、980円ですが年会費制になりましたよと。ただし先ほども何度も言ってる通り、1回以上使ったら年会費無料になりますよと。で永久不滅ポイントも 1.5倍、海外2倍にパワーアップしてます。でこのスタバのドリンクチケットがなくなってしまいました。この溜まったスタンプに応じたプレゼント、これもなくなってしまいました。旅行保険が新しくついて手厚くなりましたと。ラウンジも年間2回、手荷物無料宅配もつきますよと。あとはここに書いてませんが、プライオリティパスも5月1日以降対応しますよということなので、セゾンゴールドカードともうほぼ同じ内容の特典を受けることができるカードになりますので、3月31日までにね、セゾンゴールド年会費優遇型のキャンペーン終わってしまいましたけども、いやー間に合わなかったって方も、このカードであれば9割9分9厘同じ内容でセゾンゴールドアメックスと同じ特典がくっついてきますね。おすすめです。いつからいつまでの間に利用すれば年会費無料になりますかっていうのはここに書いております。更新月が4月の場合は来年の4月前に使ってください。なので僕の場合ですとセゾンゴールドアメックスになりますが、2月かな期限がありますので、来年の2月までに使ってしまえば次の年の年会費無料になりますので、初年度年会費無料ではあるんですけれども、作ってから1年以内に必ず1回以上使ってください。完全にこのカード使わないよって方はこういう失敗出てくるかもしれませんのでお気をつけください。1年で1回使わないと翌年1万1000円かかってきますからね、気をつけてくださいね。ここに書いてる通りです。最短の審査発行がこれ3営業日って書いてますが、このカードは5営業日になっておりますので、この点を気をつけください。年会費の部分は全く同じです。ショッピング利用可能枠300万でなっておりますが、ローズゴールドは特に書いてないですね。もしかしたら個別かもしれないです。あとはキャッシング利用可能枠、こっちもキャッシングついてますよね、きっと。とりあえずキャッシングの枠もついてますよと。給付滅ポイントも同じです。1ポイント5円なので 0.5% の還元率にはなりますが、国内が 1.5 倍になりますので 0.5%×1.5 倍、すなわち 0.75 になりますよと。この 1% っていうのは海外利用時になりますので、これでわかりますよね。そこまで還元率としてはお得ではないかなっていうところではあるんですけれども、セゾンマイルクラブも入ることできないですし、あんまりメインのカードとして使うのは僕はどうかなっていうところではあります。これらの保険も全く同じ、これらも同じですね。なので本当に同じなんですよ、これと。こっちはさすがに違いますけれども、これらね、ビジネスプラチナもプラチナカードも違うんですけれども、このセゾンゴールドメックスとローズゴールドメックスに関してはもうほぼ同じだと思ってください。違いはカードのデザインとこれらの女性向けのサービスがあるよっていうことぐらいですので、普通に前回紹介したセゾンゴールドと同じ感覚で作って私は問題ないと思います。いかがでしたか。今回はセゾンゴールドアメックスに代わる新しいカード、セゾンローズゴールドアメックスカードを紹介させていただきました。このカードとほぼ同じ内容でプライオリティパス作ることができますので、間に合わなかったんだよセゾンゴールドって方はぜひ作ってみてください。僕のおすすめとしてはこっちも一緒に作ってもいいんじゃないかなっていう気もしますし、まあ、むしろとりあえず1年はこのカード使ってプライオリティパス完全無料で作ることができますので、それでもいいんじゃないかなっていう気がします。おそらくセゾンローズゴールドもしばらくはこの条件でやると思います。変わる可能性があるとしたら、セゾンゴールドやローズゴールド、あまりにもお客さん入会してプライオリティパスバンバン使われてちょっとサービス維持が難しいなっていう時しか変わらないと思いますので、まさにこの楽天プレミアムカードがそういった道筋辿ったと思うんですけれども、とりあえず今年は大丈夫だと思いますが、来年以降はねどうなるか僕はわからないですって考えたら、まずはこっちのプラチナの方だけ使って1年間プライオリティパス無料でっていうのは全然ありだと思いますので、あとは余裕ある方はどっちも作るっていうのもありだと思いますので、実際に私はビジネスプラチナも作ってますし、あとはこっちのセゾンゴールドアメックス、これも作っておりますので、2枚持ちでも全然ありだと思います。まあ、あとは自分でも怖いんですけども、それとは別にゴールドプリファードも作ってますし、カードバンバン発行してるんですけども全く審査落ちてないんですよね。多分昔
かなり使ったので、そのクレジットヒストリーが残ってるだけだとは思うんですけども、普通に考えたら僕の今の収入状況だったらなんでだろうって思っちゃうところではあるんですけども、なんとか作ることができました。ちょっとここから話それるんですけども、このプリファードカードのことまた別動画で今後話したいなと思うんですけれども、先日まで私はこのカード紹介する際に、過去ゴールドカードやグリーンカードプラチナカードを持った方は今回のキャンペーン最大13万ポイントなんですけれども、それの対象外だよっていう話しておりましたが、訂正いたします。過去にグリーンカード、ゴールドカード、プラチナカードを持った方でも違うキャンペーンであれば対象になります。そのキャンペーン最大で13万5千ポイント獲得することができます。もちろん過去持ってなかった方もこの最大13万5千ポイント獲得することもできますので、年会費は3万9600円かかってしまうんですけれども、13万ポイントですよ、もしくは13万5千ポイントですよ、その獲得できるってなかなかないです。どちらも100万円使えばいいんです。100万円使えば OK なんですけれども、ハードル高そうに見えますが、皆さんなんだかんだで月10万円ぐらい使おうと思えば使えません？携帯代、電気代、水道代、ガソリン代、食費、その他もろもろ何でも OK です。なので10万円あれば、なのでこの10万円を半年続ければ60万円、残りの40万円を Amazon Pay だとか、そういった各種コード決済の方にチャージしても OK です。カード年会費や手数料以外であれば全て利用額に含まれますので、何でもいいんですよ。本当にスイカのチャージできるか分かんないですけども、エディのチャージできるか分かんないですけども、それでチャージでも全然 OK です。カード自体にポイントが入ってこないサービスでも利用の決済の実績になりますので、それでなんとかクリアすれば13万ポイントもしくは13万5千ポイント入ってきますので、このポイントを使ってエミレーツ航空のファーストクラス乗れます。シンガポール航空のスイートクラス乗ることができます。普通に買ったらもう何十万円ですよ。なんですけども、こういった形に変えられますし、私も実際いろんな航空会社の特典航空券予約しておりますので、普段できないことができるのがこのゴールドプリファードカードの特徴になっておりますので、本当におすすめです。このカード気になるよって方であったり、13万ポイントや13万5千ポイント集めたいよって方は早めに行動に移すことをおすすめします。話最後逸れてしまいましたが、今回の動画ではプライオリティパスをお得に作ることができる新しいカード、セゾンローズゴールドアメックスカードを紹介させていただきました。以前紹介したこちらのセゾンゴールドアメックスと9割9分9厘同じ内容でプライオリティパスを持つことができますので、かなりおすすめではあります。おすすめしておいて、個人的にはこっちの方が初年度完全年会費無料で使えますので、とりあえず1年これ使って2年目以降はローズゴールド、そういった形でもいいのかなと思いますので、気になる方はもう紹介のリンクは特にありません。 URL だけ入れておきますので、そこから行ってもいいですし、ご自身でセゾンローズゴールドアメックスで検索してそこから入会してもいいですし、どこから入ろうが今回のこのカードは条件変わらないと思いますので、気になる方はぜひ入会してみてはいかがでしょうか。それでは本日の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッターにそのフォローマンスよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。